まりに幸せなことが続くので思わず筆を取らせていただきます。私がどうでもいいを始めたきっかけは偶然見かけたどうでもいいがとても素晴らしかったからです。いや最初は半信半疑でしたが今ではもうどうでもいいのない生活など考えられません。どうでもいいのおかげで長年の悩みであった膝の痛みが軽減されました。どうでもいいで背が伸びました。ありがとう。毎朝の通勤時の電車で確実に座れるようになりました。中でも一番驚いたのは宝くじに当選したことです。どうでもいいを考えただけでと彼女もびっくりしました。どうでもいいありがとう。月曜劇団が送るいろんなことがどうでもよくなるちょっとシュールな会話劇、ご期待ください。